夏休みの自由研究とかさ、思い出に残ってるようなやつってあったりする？ホタルイカのなぜ光るのかっていうのを研究してる原稿が出てきた。なんか大事なのはそれを楽しんで一緒にやってくれるパパだと思う。ビリギャルチャンネル、こんにちは。ビリギャルチャンネルの坪田先生です。さやかです。やっほーやっほー。そういえばさ、さやかちゃんってさ、夏休みの自由研究とかさ、なんか読書感想文とかさ、なんかそういう課題あるじゃん、学校とかで。あるね。そういうので、なんかちょっとこう特殊な思い出に残ってるようなやつってあったりする？ね、この前ね、実家が引っ越した時に出てきたのが、ホタルイカの研究をしてたね。どういうこと？小学校かな、中学校、小学校の時にホタルイカのなんかなぜ光るのかっていうのをすごい研究してる、なんか原稿が出てきた。それは何年生ぐらいの時なの？小学校5年生ぐらいだったと思うんだけど、死んだばあちゃんが、うちのお父さんのお母さんが大学の教授だったの。で、料理が専門なの。だからなんかおばあちゃんが全部ほぼほぼなんかこう知識をくれて、それをまとめたっていう。あ、なるほど。おばあちゃんがなんかホタルイカにしなさいみたいな感じで言ったんだと思うっていうのをすごいちょっと覚えてる。なんかなんか知んないけどホタルイカすごい調べたなと思って。別にじゃあそれはホタルイカに、なんかどっかで海行ってホタルイカを釣ったとか、そこから興味を持ったとかではなく？ではなかったけど、食べたぐらい食べた。ああ、なるほどね。普通に食べた。夏休みって言ったらなんか自由研究だなと思って、で最近ね、なんか、うちの娘がさ、今度来年から小学校なんだけど、まあ、いわゆる小学校の学年で、一緒に本屋さんに行ったら、すごい本屋さんに興味を持っていて、で、なんか、学研かなんかの、なんていうの、こう、科学の実験みたいな、図鑑みたいなのを買ったの。いろんな実験が載っていて、このなんか、例えば、ほら、空気砲ってあるじゃん。知ってる？って。え？え？なんか、ペットボトルで作るやつじゃないの？違う。なんか、段ボールに穴開けて、なんか、パンってやったら、なんかこう、輪っかみたいなのがふわーって飛んでいくみたいな。すごくない？なんで？なんの輪っかなの、それは。ドライアイスとかの。あ、ドライアイスか。はいはい。そう。こう入れといて、パンってやったら、こう風がふわーってこう、飛んでいくっていうやつがあったりとか、あとなんかもうほんといろんなベーシックなやつというか、あとそれこそペットボトルロケットとか、多分さやかちゃんが言ってたのってペットボトルロケットじゃない？それだと思う。なんかイッテ Q で出川さんがやってた。なるほど。じゃあいろんな実験が何百って載っていて、で、これって、家で一緒にすげえなんか一個ずつやりたいな、みたいな。で、なんだったら、それこそ動画とかにしてもいいのかなって思ったりしたんだよね。なんか、娘と。いいね。そうそう。そういうことからさ、本来学ぶべきなんだよな。いや、そうなんですよ。ね。で、自由研究とかもさ、そう、だから本来自由研究とかもさ、そういう目的なはずじゃない。なんか一切記憶ないの。何にも記憶ない。そう。だからなんか宿題として空気砲の作り方、いや、俺空気砲ばっかり言ってるけど、ちょっと作りたいけど、これを動画で撮るには黒のバッグにして、しないと、やっぱこう煙とか取りづらいよなとか、いろいろ考えたりとか。あと、ドライアイスってどうやって手に入れて、入れるか知ってる？ケーキ屋さん？なるほど。なるほど。さすが、すごいね。なんで？この返答のスピードがすごいわ。なんでケーキ屋さんなの？確かに、大体ケーキ屋さんでドライアイスって手に入るかもしれない。でしょ？なんかケーキ買えば一発じゃない？でも、いや、でもまあ、それってさ、ちょっとちっちゃいじゃん。あくまでそのケーキの付属品だからすごいちっちゃいんだけど、ちゃんとね、ドライアイス屋さんってのがあるんですよ。へぇ、どこに？ネットで。あ、ネットで？1キロごと買えるの。ほんとね、1キロ540円で売ってる。
へえ。1キロ540円か。じゃない？で、なんかドライアイスとか、うん、ちょっと楽しそうじゃん、それ買って。楽しそう。ね、実験するのも。しかもさ、小学生の時にそういうことやったら、もう感動して忘れられないだろうね。じゃない？だってドライアイスにさ、水落としたらさ、煙ぶわー出るじゃん。うん、もうこれなんでってなるやん。そう、うん。なんか大事なのは、それを楽しんで一緒にやってくれるパパだと思う。あ、そう。もうなんなら学力に直結してるから気をつけた方がいいと思う。いやー、まあ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 、それは本当そうだと思う。うん、マジで機会を奪ってるから。ね、うん。私は、あの、なんか教えるじゃなくて、先生みたいに一緒に楽しむ親になりたいね。ああ、うん。そこ、対等で、対等であるっていうことが一番の英才教育かもしれないと思う。うん。いやでもさ、なんかさ、僕その実験をね、じゃあ一緒にしようと思って、うん、なんかそうやっていろいろ調べてんのよ。ここでってどうやって手に入れられるのかなって、うんうん、まずちょっとこう、リスト化して、それこそ、うんうんうん、各実験に必要なものをさ。プロジェクトだね。そう。で、うん、一応やっぱ子供がやるから、うん、安全管理っていうのもちゃんとしないといけないじゃん。そうだね。ね。考えた時に、でもドライアイスって、うん、水を、バーを出してうわー煙出るの楽しいんだけど、うん、それって家の中でやったりとかしたら、うん、なんていうのうーってなるかもそうとかスプリンクラーとか発動したりとかしたらどうしようとか確かになんかねいろいろ考えれば考えるほどむずいねなんかやっぱせちがらいっすね今の世の中いろいろね便利な分ねそうどなるのかなもうルールでガチガチやんもうそうだねそっか外でだと動画は撮れないのか今度いやじゃあしかも外でや、ま、例えばマンションの屋上とかでそれやっちゃうと、うん、すげえ火事っぽくなる確かにやばいってなるよねでしょどうすよどうすればいいんだろうねいやそうなんですよだからちょっと今俺いろいろ調べてて、うん、なんていうのこうやっぱ大学とかの実験室を借りれたりとかするのよへえー、あねえ ABC クッキング借りれば ABC クッキングとかああいう クッキングスタジオ借りればいいじゃんあれ借りれるの借りれるとこもあると思うへえー、パーティールームとかについてたりもするしああそうだよねそう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 、うんうん、そうだからそういうところを借りてやるのとか、うん、ね今大学の実験室とかもちょっと今調べてるんだけど大学の実験室とかになるとさもうすげえ設備がさ確かにでもなんか楽しもう大学の実験室に行くっていうだけでも嬉しいかもね子供たちはね確かにねマジ行かないもんね行かないもん、うん、わあ私早く子育てしたいなちょっとすげえいいななんかそういうこと考えるの、うん、いいなこれを見つけてきた。ああ、さっき言ってた？そう、科学の実験ってやつ。へえ。なんかそういうのも昔に比べてどんどん出てるから便利だね。そうなんだよ。なんかね、例えばこういう、3色 LED で色を作ろうとか。へえ、なんか進化してる。めっちゃいろいろあるんだよ。面白いんだよ、しかも。電気って何なのかとか宙に浮かせてみようとか、うん、こういうのを一緒にやりたいなみたいないいな私もやろっかな一人でその一人でいや一人いや絶対俺この科学の実験は俺ちょっとずっと見ててめちゃめちゃ妄想してるんだけど、うん、あのあこういう俺がさっき言った空気砲ってこれねはい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 わかるこの感じ。わかるわかる。うんうん、うん。超楽しそうじゃない楽しそう。すごいね。それできたら超感動するだろうね。でしょう。うん。これを俺は一人で張り切って、娘と一緒にやろうっていうふうに思ってるっていう。いいなぁ。そうやって感覚が好きになるんだろうな。そうだってさ、なんかさ、やっぱ机の上でさ、もうなんか文字いっぱい書いてとかさ、なんかこう覚えてとかってさ、面白くないじゃん。面白くない。体験からしか学べないと思う。これを実験をやっていく中で、すごいなんか改めてさ、うん、わーってまたつながることっていっぱいあるはずだと思うんだよね。そうだね。そう。だから子供と一緒に学べたらいいなと思って今。素晴らしい。またよろしくお願いします。チャンネル登録お願いします。コメントも待ってるよ。バイバイ。バイバイ。